はい、皆様どうも、本日もお疲れ様です。6月に入りすっかり暑くなってきましたね。体調管理、気をつけていきましょう。それじゃあ小学校クイズ、くっつくやつ？まずは下校のシーンから。おそらくくっつく植物のことかな。はい、服にくっつくあれね、虫はくっつき虫なんて呼んでました。ふざけて友達と付き合ったり、そんなことしていた方も多いのでは？お次は、苦しいからやめて。プロレス技かけているような子はいないから。こっちか、苦しいのはアリさん。うん、子供って時に残酷な一面も、アリとかを平気で殺しちゃう子いますよね。みんな、アリだって生きてるんだ、命なんだ。ゴキブリ出たらどうする？速攻で殺す。いや、説得力。お次、切れた方が負け。ではもしや、前の田舎あるあるクイズでも同じのあったような。よくやった、腐相撲。懐かしい。これのために硬い植物の根っことか探したり。ここからは校舎内、また変態男子か？階段を登る女子の下に、怪しい目線が。どこ見てるのよー。お前だお前、そこのお前。これは正直、小学生よりも中学生男子の方が多いような気もしなくもないが。確かに、中学入ると男子は一気に変態度増すからな。お次は、ズリズリ。何の効果音かな？発見、横着して掃除をする男子生徒。はい、正直濡れた雑巾だとあまり進まないけど。教室の空拭きは滑るので、これやったことある方も多いのでは？そして先生が来た途端、普通の拭き方に切り替えるという。それな、先生の目の届くとことそうじゃないとこの差。そしてまた男子が喜びそうな。小学校までは公立は基本私服、当然女子はスカートの子もいるわけで。スカートで全力雑巾がけすると、パンツ丸見えに。これをこっそり覗き見する男子。まあこれは不可抗力で目に入っちゃうことも。お次は、ハリーポッターに憧れて。掃除用具で遊ぶ、これはほぼ誰もが通る道。ほうきにまたがる、やりがちだな。主もほうきバットに雑巾丸めたボールで野球とか、いろいろやったな。ここからは放課後、体も動いちゃう？これは、レーシングゲームあるあるのあれかな？はい、曲がる時になぜか体も曲がる方向に倒れちゃう。いるいる。虫は最近だと、スマブラのメテオのタイミングでたまに動いちゃうことが。お次、春ならここでしょ。子供って、シールとか貼るの大好きなのよね。冷蔵庫にタンスに、そこら中にシールが。これね、主も昔のおもちゃとか見ると、笛にシールが貼ってあったり。あと子供の頃から使ってる引き出しとかね。いやー、懐かしいですな。では本日ラストステージ、体育館。もう体育館でハマっちゃった。絶対あれですやん。こうなったらもう、生徒が取るのラスかのう。天井にはまったボールな。主の友達はまさかの上履きを引っ掛けちゃって、片方裸足で過ごしているクラスメイトがいた。上履き飛ばしもよくやったやった。お次は、かっこいい。小学生、勉強できるからモテるってことはほぼなさそうだけど、運動神経抜群、これはかなりのモテ要素。正直頭の良さがモテ要素になるのは大学生からかな？慶応ボーイはモテる。まあ主の出身大学、モテ大学ランキングかなり上位の大学だけど、全然モテなかったけどな。悲しいやつ。それが本日ラスト、見学はお手伝い。これはもうヒントがそのまま答え。いました、マスクしている生徒、風邪で見学かな？どうでもいいけど、時給層見学すると何あいつずるいって目で見られるよね。それでは小学生クイズ、あと2回ほど続く予定なので、また次回、お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。